1915年4月のボスポラス砲撃は第一次世界大戦中にロシア帝国国会艦隊がボスポラス海峡の国会側入り口で実施したオスマン帝国領への砲撃作戦である。1915年4月18日国会艦隊はセバストーポリを出港した。連合艦隊は通常編成で戦列艦 F スターフィーを戦闘に ヨアン・ズラトウースト、パン・テレーモン、トリー・スブヤ・チー・チェリア、ロスチスラフ、巡洋艦、カグル、パーミャチメール・クーリア、水蒸気を搭載したアルマースと水蒸気輸送艦、ニコライ一世、9隻の艦隊水雷艇、それに4隻の総海艦からなっていた。翌19日午前5時15分、艦隊は待望の海峡を指認した。今回は天候は明るく、視界は良好であった。 7時、国会艦隊司令官 AA エベルガールと海軍中将の命によってニコライ一世は水蒸気を下ろした。今回彼らに与えられた任務は偵察だけであったので航空機は1機ずつ順番に出撃させることとなった。7時15分、司令官は鳥イスブヤチーチェリアとパンテレーモンを砲撃のための指定位置へ分派することを命じた。しかしながら、 総海艦が総海軍を設置するのに手間取ったため、砲撃グループの出発は8時40分になった。帰還した航空機の知らせるところによれば、海峡には1隻も敵艦は見当たらず、ただ、ルメリフェネリに潜水艦が1隻見つかったのみであった。9時47分、距離58鎖から、戦列艦はエルマス岬の砲台に対する砲撃を開始した。 両艦は 6KN の速度で進みながら、アナトリア半島沿岸の砲台を順々に砲撃していった。その後、キリー砲台への砲撃も実施した。10時40分、艦上から潜水艦の潜望鏡の跡と見られる小波が発見された。それは砲撃グループに向かって移動していた。潜列艦から速やかに 152mm 砲が発射され、小波は見えなくなった。 興味深いのは、このナミはどう考えても潜水艦のものとは言えないということである。なぜなら、ボスポラスに最初のドイツ潜水艦が到着したのは6月になってからのことであったからである。さらに、ドイツ潜水艦が初めて国会に進出したのは7月5日のことであった。従って、ロシア艦が砲撃を加えたのはイルカの軍であったろうと考えられる。 霧への砲撃を完了すると、艦は砲撃を繰り返すため逆方向へ進路を取った。今度はオスマン帝国の砲台も反撃を試みた。しかしながら彼らは最低限の成功も収めることができなかった。すべての砲弾は目標より15から20鎖は手前に落下した。戦列艦は砲撃を繰り返した後十一時十五分に連合艦隊と合流した。 砲撃は2時間15分にわたって続けられた。戦列艦からは166発の 305mm 砲弾と528発の 152mm 砲弾が発射された。砲台の一つからは爆発が観測され、その後に大規模な火災が発生した。ボスポラスホルイへの砲撃と並行して巡洋艦カグールとパーミャチメルクーリアは、 石炭地区の港湾を偵察し、発見したオスマン帝国船を殲滅するよう命を受けた。領艦が発見したのは、小鶴地区に停泊していた蒸気船ネカトだけで、これに戦車を浴びせて撃沈した。翌3日、エベルガールとは砲撃のために古い戦列艦、トリー・スブヤ・チー・チェリアと弱い戦列艦ロスチスラフだけを、発見した。潜水艦の出現を予見して、 彼はより新しい戦列艦パンテレーモンにリスクを犯させるのを避ける決断をしたのである。艦により大きな速力を持たせるため、砲撃グループには速度の遅い総海艦をつけないことにした。総海艦は艦隊水雷艇に護衛されて前もってボスポラスへ向けて送り出され、砲撃予定地区周辺の軌道海域で準備を整えた。ニコライ一世から飛び立った水蒸気は、 海峡を偵察して敵艦が発見されないことを報告した。しかしながら次第にさざ波が大きくなり9時25分には水蒸気輸送艦がこれ以上の航空機の発進は不可能であると報告した。この時すでに水蒸気1機が海面へ下ろす際に損傷を負っていた。その上ボスポラスから戻った第二の航空機は海峡には濃霧が立ち込め、 どのような観測も不可能であると報告した。レベルがあるとはもっと天候の好転を待つことに決めた。実際、11時には霧は消え始め、さざ波もやや収まってきた。総会グループの指揮官は2つの海域で準備を終え、戦列艦を所定の砲撃位置まで先導するために艦隊水雷艇ゾウルキーを差し向けた。12時45分。 水上機輸送艦は再び航空機を離水させた。航空機はオスマン帝国艦船が付近には一隻もいないことを確認した。14時40分、戦列艦は訪問を開いた。あまり予期していなかったことに巡洋艦、カグールが姿を現して新しい砲台のありかを知らせた。艦隊司令官は砲撃でもってその位置を示した。 トリースブヤ・チーチェリアは 152mm 砲で秘密の砲台を砲撃し、ロスチスラフは主砲の 254mm 砲を発射した。砲撃は16時10分まで続けられ、その間に合わせて29発の 254mm 砲弾と132発の 152mm 砲弾が消費された。砲撃の正確な結果は知ることができなかった。一方、 別動隊ははるかに大きな戦果を上げていた。巡洋艦、カグールはルメリア沿岸で2隻の小船を撃沈した。また、カグールはイタリアの蒸気船、アマリアを打破し、その積み荷であるタルズメの灯油を押収した。この船はコンスタンツァからコンスタンチノーポリへ向かっていた。蒸気船はセバストーポリへ送られ、船員は捕虜とされた。艦隊水雷艇。 クネーブヌイとプロンジーテリヌイは、エレグリにて、蒸気船エシルリマクともルナを砲撃し、これを撃沈した。巡洋艦パーミャチメルクーリアもまた、いくつかの目標を撃沈した。この間、オスマン帝国の首都に石炭を届けていた、運搬システムは麻痺させられた。この砲撃が、オスマン帝国の主力艦、ヤウズスルタンセリムを国会へ招き入れ、 ロシア艦隊との衝突を生む演になった。ボスポラス砲撃は意的な作戦として計画され、実際その程度に止まったと結論付けられる。取り立てて言うほどの戦果は何も挙げられなかった。もし、ロシア艦隊の作戦行動を連合国によるダーダネルス海峡での作戦と比べたら、その規模と緊迫感において全く違うものであったと指摘される。問題は、 連合国司令官 j デロ o u ク機 k の艦船が、エベルガールド期間の艦船より4倍は大きかったということだけにとどまらない。砲撃は、たったの2時間、5隻のうちわずか2隻の装甲艦によって実施されただけであった。もっとも、イギリス艦隊と違い、ロシア艦船は、ボスポラスを突破する準備をしていたわけではなかった。ただ、この作戦が何か、 実際的に重要なものであったとは言えないというだけである。とはいえ、すでに指摘したように、ヤウズスルタンセリムを招き寄せたというボスポラス砲撃によって間接的に引き起こされた結果は砲撃そのものによってもたらされた効果に比べはるかに重大なものであった。連合艦隊は最終的に3隻の蒸気船とも隻の小船を撃沈し、 4月23日にセバストーポリへ寄港した。ありがとうございます。